リクビーシード、または、エキソヌクレアーゼ V は、大腸筋にエシュリキアコライで DNA の日本左折団の、組み替え修復を開始する酵素である。日本左折団は、電離放射線、DNA 複製のエラー、エンドヌクレアーゼ、酸化損傷や、その他の多くの因子によって生じる、可能性があり、その影響は、知死的となりうる。リクビーシードは、 DNA 差を巻き戻したり引き離したりするヘリカーゼで、あり、DNA に一本鎖のニックを形成するヌクレアーゼでもある。この酵素複合体は三つの異なるサブユニットリクビー、レック、リクドから構成され、そのため複合体はリクビーシードと呼ばれている。リクド遺伝子の発見以前は、酵素はリクビーシードとして知られていた。 各サブユニットは異なる遺伝子によって行動されている。相動組み換えのリクビーシード経路、リクドとリクビーはどちらもヘリカーゼであり、エネルギー依存的に DNA を巻き戻す分子モーターである。それに加えて、リクビーサブユニットにはヌクレアーゼとしての機能も存在する。リクビーシード酵素が DNA 中の特定の配列を認識する。この配列は、 キブイとして知られている。リクビーシードは異なる速度で移動する2つのヘリカーゼを持っている点。そしてキブイの認識に伴って活性に変化が生じる点で珍しいヘリカーゼである。リクビーシードは2本鎖 DNA の直射状の末端に結合する。リクのヘリカーゼは5末端側の鎖を移動し、リクビーは3末端側の鎖を移動する。リクビーは 陸度よりも遅いため、陸 B の前方には一本鎖の DNA ループ構造が形成される。この過程によって、短い三末端と長い号末端の二つの一本、鎖テールと一つの一本鎖ループからなる DNA 構造が形成され、この構造は電子顕微鏡によっても観察される。一本鎖テール同士は再びアニーリングし、一つ目の一本、 グサりループに相補的な二つ目の一本グサりループが形成される。こうした二つのループ構造は、ウサギの耳と呼ばれていた。相動組み換えのリクビーシード経路の開始段階巻き戻しの過程で、リクビーのヌクレアーゼ活性は反応条件、特にに MG にイオンと ATP の濃度に依存して異なる作用を示す。ATP が過剰に存在する場合、酵素は単に キブイが存在する鎖にニックを入れる。巻き戻しは継続し、キブイが末端付近に存在する3一本鎖テールが形成される。このテールにレケタンパク質が結合し、損傷のない相当な DNA2 本差との鎖交換を促進する。リクビーシードが DNA の末端に到達すると3つのサブユニットは解体し、酵素は1時間以上不活性状態となり、 キブイで作用したリクビーシード分子が他の DNA 分子を攻撃することはない。MG にイオンが過剰に存在する場合、リクビーシードは双方の DNA 差をエンドヌクレアーゼのように切断するが、5テールの切断頻度は低い。リクビーシードが3末端側の鎖のキブイに遭遇すると巻き戻しは一時停止し、3テールの分解も低下する。 リクビーシードが巻き戻しを再開すると、今度は反対側のゴテールを切断するようになり、三末端側の鎖にはレケタンパク質がロードされる。ある DNA 分子に対する反応が完結すると、酵素はすぐに次の DNA を攻撃し、同じ反応が行われる。反応の中間体の一過的性質のため、どちらの反応も細胞内の DNA の分析による、 検証は行われていない。しかし、遺伝学的な証拠は、前者が細胞内での反応をよりよく模倣したものであることを示している。例えば、細胞内での反応も ATP 過剰存在下での反応も、キ V の活性は三側のヌクレオチドの影響を受けるが、MG に過剰存在下ではそうした影響は見られない。検出可能なエキソンヌクレアーゼ活性を持たない。 リクビーシードの変異体は、細胞内での高い木、ホットスポット活性と細胞外でのキブイでのニック、形成活性を保持している。細胞内のある DNA 分子のキブイは、他の分子のキブイの活性を低下、または消失させ、これはおそらく ATP 過剰存在下で観察される、キブイ依存的なリクビーシードの解体を反映している。どちらの反応条件下でも、キブイの下流の酸腐は、 無傷のまま維持される。その後、レケタンパク質は、リクビーシードによって、活発にサンテールにイロードされる。リクビーシードが DNA から乖離する地点は、未決定であるが、リクビーシードは、DNA から脱落することなく少なくとも60、キロバイトを巻き戻すことができる。レケは、自身が結合している、DNA さと、損傷のない相当な DNA 日本さとの間での、 鎖交換を開始する。この鎖交換によって D ループなどの連結された DNA 分子が形成される。連結された DNA 構造は侵入してきた3、末端差によってプライミングされた DNA 複製、または D ループの切断とホリデージャンクションの形成によって解消される。ホリデージャンクションはルーバ BC 複合体による直鎖状 DNA への解消。 または、陸グタンパク質による乖離が行われる。こうしたイベントによって、親の DNA とは異なる。遺伝子の新たな組み合わせを持つ DNA が作り出される可能性がある。この過程によって、DNA の日本差切断修復は完結する。リクビーシードは、タンパク質 DNA 乾燥後作用の機能をよりよく理解するために用いられる実験技術である。 一分子フレットを利用する際のモデル酵素となっている。また、この酵素の活性には DNA の末端が必要であるため、環状二本鎖 DNA の調整の際に、一本様たは二本鎖の直鎖状 DNA を除去するためにも有用である。ありがとうございます。